コスタス・スタフィリディスは、ギリシャ・テッサロニキ出身のプロサッカー選手。ギリシャ代表。VFL ボーフム所属。ポジションは、ディフェンダー。13歳の時に、ポックにスカウトされ入団、すべてのカテゴリーでプレー。2011年12月20日パネトリコス FC 戦に17歳で、出場し、ギリシャスーパーリーグデビュー。2012年夏。 U-19 選手権での活躍が評価され、バイエル・レバークーゼンに移籍。最初のシーズンは、レンタルの形でポックに残留した。2013から14シーズンは、セバスティアン・ボエニシュの壁を越えられず1試合のみの出場にとどまった。2014年7月、レバークーゼンから、フットボールリーグチャンピオンシップ所属のフラム FC に、期限付き移籍。 主力として活躍し44試合に出場した。シーズン終了後に、デワークーゼンに復帰。2015年、2年契約で、アウクスブルクに移籍。8月22日のアイントラハとフランクフルト戦で、移籍後初出場。2016年2月6日開催の FC、インゴルシュタットレイオン戦で移籍後初ゴール。二千十八年一月、ストークシティ FC に期限付き移籍で加入。 2019年5月15日、TSG1899 ホフフェンハイムにフリーで加入することが発表された。2021年8月1日、VFL 防風に期限付き遺跡で加入。UEFAU-19 欧州選手権2012では主力として活躍、準優勝に貢献した。2012年11月14日開催の親善試合。 アイルランド代表戦で A 代表初キャップ。2015年10月11日開催のハンガリー代表戦で代表初ゴールを挙げ4から3の勝利に貢献した。ありがとうございます。